こんにちはフィフィですえテレビでは韓国のキラキラした部分ばかりを見せていますけれどもそんなことはありませんえ今日は韓国の闇の部分を紹介しますえ韓国で窃盗や詐欺などの生活苦型犯罪が急増しています 生活苦型犯罪とは生きていくために仕方なく罪を犯してしまうことで韓国では急激な経済悪化でこうした犯罪が増えているそうなんです特に中高年や若者が就職難から収入を得ることができず隣の家のものを盗んだりスーパーで食べ物を万引きするようなケースが後を絶たないそうなんですというのも韓国ではこうした 生活区の罪を犯した人たちを救済する制度ができていて、司法も一部事情を考慮するような措置、対応するんですね。えつまり犯罪は犯罪なのに、生活区だから仕方ないよね、と多めに見る、そういった傾向があるんですね。ただ、こうした対応は犯罪の合法化じゃないかと。もはや法律ではなくて、感情に左右されている法制度だと。まあ、こんなね、 批判の声もあるんですね。確かにそれでは犯罪が減りませんよね。というかそもそも経済状況が良くならない限りこうした生活に苦しむ人々は増え続けていくだけなんです。昨年韓国映画パラサイト半地下の家族が日本でも話題になりました。この映画は韓国の今の深刻な格差社会を描いた作品なんですね。 だから多くの韓国人がそのリアルな社会描写に共感して考えさせられたんでしょう。韓国は国民の貧富の差、格差がどんどん広がっています。また韓国は大変な競争社会でもあるんです。ちょっと前のデータになりますが、6年前の調査では、韓国の36万4千世帯が半地下の家に住んでいると出ていました。 まあこういった半地下では下水が逆流しないようにトイレが家の中の一番高いところにあるそうなんですね。韓国にはこうした半地下の家があるスラム街があるんですよね。しかもこうした地区がソウルの高級住宅街であるカンナムのすぐそばにあったりするんです。まさに韓国社会の光と影ですよね。韓国では サムスンやヒュンダイ、LG といった主な10の財閥だけで韓国社会の富の4分の3を生み出していて、しかも所得上位10%の層が GDP の45%も占めているというんです。 えつまり、韓国は日本より所得が高いなんて、まあ、韓国を持ち上げるような記事を見たことがありますが、これほとんどの人は貧しいんですよね。まあ、どんな計算をしているのか知りませんが、まあ、そういった、ね、数字を韓国側が出したところで、これ実態とはまるで違うんです。韓国国民のわずか10%のお金持ちが国全体の半分近い富を得ているんです。 また韓国では非正規労働者が多いんですがこれも格差を広げている原因なんですそして正規社員と非正規社員の賃金格差だけではなくて大企業と中小企業の間にも待遇に大きな差があるんですね負け組組勝ち組がはっきりし,ているんですしかもそれに加えてコネ社会ですから努力しても上には上がれない 親がお偉いさんだったり、あとは財閥の社長、こんな人間ばかりが得をする社会なんです。夢も希望もありませんよね。大企業、財閥中心のいびつな経済発展でこうした不公平なおかしな社会が出来上がってしまったんです。お金持ちと貧乏だけ、中間層が育たない社会なんです。 こうした韓国の格差社会の犠牲になっているのが若者そして高齢者なんですね「ニュースウィーク」は昨年2020年の6月の時点での実際の韓国の若者の失業率を26.8%と報じました、まあ、他にも低く小さな数字で出ているのはあるんですけれどもこれ実際は26.8%はいるんじゃないかと「ニュースウィーク」が報じたんです コロナの影響もあり今はもっと失業者が増えているかもしれません韓国の若者たちは厳しい受験戦争を勝ち抜くために子供の頃から塾に通って一流大学を目指しますしかし一流大学を出ても大企業にはなかなか就職できませんそれはなぜかというと平等にチャンスが与えられてはいないからなんです パククネ前大統領の件やチョグク前法務大臣の件でもあったように、権力者の子供は、コネがあれば、実力がなくても一流大学に入れるし、コネで一流企業に就職できるんです。ただ、その他の多くの若者はそうではない。だから韓国では、不公平だという、こうした不満が常に社会全体に渦巻いているわけです。恋愛も、結婚も、 出産もマイホームも人間関係も夢も就職もそのすべてを諦めた若者が多いといいます。まあそりゃ精神も病みますよね。お金持ちの家に生まれたらずっとお金持ち。一方貧しい家に生まれた人は努力をしても報われない。そんな不平等な社会なんです。これが韓国社会の実態なんです。 まあそれはね、反日教育を受けていても職を求めて日本に行きたいと思います。また深刻な状況に生きているのは若者だけではありません。より苦しい生活を強いられているのは韓国の高齢者なんです。韓国の高齢者の貧困率は48.8%と OECD 諸国の中で最も高い数値です。40年前には 子供からの援助で韓国の高齢者の生活は支えられていました。えしかし、核家族が増え若者の暮らしも厳しくなっていく中で、高齢者も自分たちが働かないと食べていけなくなってしまったんです。え実は、韓国で国民年金が本格的に支給され始めたのは2008年と大変遅れているんですね。 支給額も平均で3万円から4万円ととても少ないんです少子化が日本以上に進んでいる韓国では2060年には高齢者が40%を超えると予測されていますが生活に苦しむお年寄りばかりになってしまうのではないでしょうか日本の社会システムがいかにまともなのかよくわかりますよね日本を目指す韓国の人々が多いのもわかります またこんな病んでいる社会ですから自ら命を絶つ人も多いんですね。え韓国国は先進の中でも高齢者のこうしたケースが高くて80歳以上が圧倒的に高いえ苦しい生活に行き詰まって高齢者が自ら命を絶ってしまうんです。 本来であれば、そうした中でも助け合って生きることが理想なんですが、もう韓国はそうやって苦しい人に構う、寄り添ってあげられる余裕がないんです。一つ言えるのは、反日なんかやっている場合ではないということ。韓国政府はすぐにでも経済対策に力を入れて、国を、経済を立て直さなければいけないんです。 権力者や一部の財閥だけが豊かな暮らしができればいいと、こういった考えで政治をしているから国民の生活が良くならないんです。不満の矛先を日本に向けてガス抜きに反日運動をしたところで、韓国国民の生活が良くなるわけではありません。むしろ日本からの援助の可能性がなくなっていくだけなんです。 国民の不満は爆発寸前だと言いますがこれもすべて自分たちが選んだムン大統領によってもたらされた結果なんですよねさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそして f フィ,フィーチャンネルの登録もお願いします